それでは皆さんには A ブースの方をご覧いただきましょう。青がマッキー選手、そして赤がテマ選手です。マッキー、マッキー選手、これ先寄りの GTR という形です、はい、そして対照的に、テマさんが後寄りの GTR ですね。はい、先寄りと後寄り、後寄り、はい、右寄りとまあ左寄りですね。あ、なるほど。まあ、でも今日テマ選手も非常に調子がいいということで、そうですね、しかしちょっと今の単発はちょっと怪しいぞ。何か起こりそうですか。消えてしまった感が、はい、3連鎖対3連鎖で対応。これは少し帰りますね。少し帰りましたね。2個振ったけどまだ全然ダメージ。これは今どちらが有利なんですか。これ今、ワンピーのマッキー選手が有利。マッキー選手が有利。しかしこれで本戦を打たせることには成功できたので、おお、ここで本戦をマッキー選手が打っていきます。うまく伸ばすことができれば、この間に伸ばしが間に合うか。あ、大丈夫。はい、そうですね、色が多かったですね。第1試合、まず1本目はマッキー選手が取りました。マッキー選手は再び同じ形の作業の GTR、はい、テマ選手もこれは同じく作業の GTR ですね。さあ、ここら辺から中盤で2ラブ構えてる。マッキー選手2ラブ構えてる。2ラブ打つか打たない。さあ、テマ選手は本戦1本2連鎖に、あ、2連鎖来ましたね。これいいタイプですね。3ダメージで打てるか。黄色ハットが成功しますが、ちょっと引けなかったですね。それに5連鎖の形で追い打ちをかけていく。これで勝負ありか。一応今黄色が引けていれば4連鎖の対応だったんですけど、ちょっと引けなかったですね。マッキー選手攻め切りました。この畳みかけが本当にあの無慈悲というかね、どん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 来るんで。そうなんですよね。まあ、今日はそういった表現が、ね、何度も何度も出てきますけれどもね。それぐらい隙のない、さあ、これが、はい、お互い GTR なんですけど、マッキー選手が左寄りに対し、テマ選手が右寄りです、はいはい、第1試合を取ったのはマッキー選手、はい、3連鎖対、これいい対応、はい、それに対し2打目をかぶせる、はい、1個振ってしまう。1個だけ振りましたね。しかしこれはまだ5分ぐらい。これはほぼ5分ぐらい。マッキー選手が、若干不要量有利ですかね。若干有利ですが、さあ、お互い迷ってる。さあ、この後の手をどう打つか。マッキー選手が打っていった。マッキー選手が打っていく。テーマ選手も打っていきましたが、これでマッキー選手がちょっとつながっていったので、しかし、ちょっと足りないですね。マッキー選手は11連鎖。ちょっと足りてたんですけど。足りない。さあ、テーマ選手、ここで大きくため息、はい、やっぱり今、雨宮さんも発揮していたんですけども、はい、なお足りなかったですね。ね、連鎖量はそんな変わらないんですが、量が圧倒的に多かったのがマッキー選手でしたね、はい、なるほど。同時で消えていたので、はい、連鎖だけではなく消した量も、はい、かなり火力に影響変わってくるということですね、はい、マッキー選手、これ高い、受けが広いですね。マッキー選手が第2試合も1本目取りました。まあ、お互い同じ形、大体同じ形ですね、はい、左寄りの GTR、はい、さあ、単発から単発で対応。マッキー選手が先に仕掛けて、テマ選手が打てるような形になってます。そうですね。3個振ってしまいましたが、3ダブ、3連鎖ダブに対し、これでも2ダブからの3連鎖。これを返せるか。打たされた。ちょっと返せない量なので、あっと返せない。マッキー選手が、大一の攻撃を仕掛けました。さあ、絶対絶命のテマ選手。追い込まれてますけど。いや、完璧な大一。無事に。3連鎖で大一をかけていきました。相手の折り返し付近が決まっていたので、